こういうことも記事も出てるわけですね。それから北朝鮮、日本には原発がある、そういうふうにも書いてるわけですよ。つまりこういう中長距離攻撃を重視する現代戦で日本の全領土が我々の報復攻撃対象になることは避けられないって書いてるわけですね。つまり警察官では警備しきれない部分がある。私だったらね、やっぱりここは機密にして、やっぱりそれはね、対象をやっぱり 見せなくするようにしていかなければいけないと私は思うんですね。ですからそういう面でそういう情報があったらそれを隠すのは当たり前だと私は思うんですけども、そうじゃないというんだったらそうじゃないでいいですよ。そこをちょっともう一度確認させてください。森国務大臣。ですね、警察が持っている以外のものについては、別途、各原料物質、各燃料物質、および原子炉の規制に関する法律というのがございまして、原子力事業者と、つまり例えば東京電力がですね、特定核燃料物質の防護に関する秘密については、厳格な管理を行うことになっているわけでございます。特定秘密については、その民間のですね、例えば東京電力が持っているものもすべて特定秘密にするということではございません。その行政機関がですね、原発に対するテロにの警備等のですね、本当に特に秘匿しなければならないものだけを特定秘密にするのでございます。白信君。ですからテロ情報が入ったときにはそれは広がるってことじゃありませんか。それで私はね、そのここでちょっとまた別にちょっと防衛大臣せっかく来ていただいてるからちょっと時間がないんだけども、これ どうしても私聞きたいことがあって、その最新鋭の潜水艦で双流型っていうのがあると思うんですけども、その防衛秘密一体今何件あるんでしょうか。小野寺防衛。双流型という、それはお答えはできません。件数だけなんですね。件数だけも。いただいておりますが、個々の装備ということを一つ一つ明らかにするということは、これは私ども装備の問題の関係もございますので、公表はさせていただいておりません。白信君。そこがポイントなんですよ。防衛秘密が何件かって言ったら、私は数は少なすぎると思ってるんです。つまり、そういう潜水艦1個丸げて、一つの秘密にしてしまう。そういうことだってあるんじゃないでしょうか。双流型潜水艦が防衛秘密として一件だってことではないですね。そこだけじゃあ確認しましょう。小野寺防衛大臣。ご指摘ように防衛秘密に設定する場合には厳格な基準がございます。今委員がご指摘ありました、例えば潜水艦丸々一つがすべて防衛秘密かというとそういうことではございません。あくまでもその中で私どもとして必要なものについての限定的なものとなっております。白信君。お手元に配布されている資料をお持ちいただけるかと思うんですけれども、このですね、いわゆる今度は適正評価についてお聞きしたいんですね。特に時間も限られちゃってるんで、ちょっと端折りますけど、今日は傍聴人の方もいらっしゃってるから、私、パネル作ったんですよ。もうね、要はですね、あれ、俺にパネルがない、ちょっといいですか。要はですね、特定秘密の評価対象者と関連する家族などの調査範囲、ね、これだけの、つまり本人以外にですね、これだけのですね、方々、配偶者と、まあ、これは子供はですね、一応2人ということを仮定しましたけれども、これだけの数の方々が、特定秘密の、この、なんていうんですかね、まあ、対象者というか、の調査範囲になるわけですね。で、森大臣は今まで、このご本人、本人以外は、4つの項目について調べるということを、で、それ以外は調べませんということでありますね。それは、氏名、生年月日、そして国籍と住所ということなんですけれども、これ、どうやってこの不適格、この不適格の場合もあるわけですね、この4項目で不適格ってことはあるんでしょう、まあ、総合的に評価するってことを言ってるんだけども、その4項目を調査したら不適格になることっていうのはあるんでしょうか、そしてそのあった場合に、その本人に対しては、この家族の人がいるから不適格なんですっていうふうに、その理由を言うんでしょうか、それともそのあたりについて、何も言わないで不適格ですというふうに言うんでしょうか、その辺お答えください。鈴木内閣審議官。お答えします。
家族についての調査項目については、先ほど先生をご指摘のように4項目のみでございまして、この4項目に基づきまして、調査対象者につきまして、7項目について調査をした上で、適正評価がふさわしいかどうかが判断されますので、この家族の4項目のみで判断されるものではございません。また適正評価の結果につきましては、結果が本人に通知されますが、必要に応じまして理由にも通知され、理由も通知されますが、ただ理由の具体的な中身については、個別具体的に判断されることになろうかと思います。白信君君、はい、でね、これ、4項目っていうのは私、不思議でしょうがないんですね。4項目のうちのね、名前と生年月日っていうのをみんな持ってますよ、そうでしょ。で、その場合ね、じゃあ、名前と生年月日で、この人怪しいっていうことは言えないでしょう。それは白信君って自分の名前にくんつけてるから変だとかね、怪しいね、生命判断するわけじゃないでしょ。だからそういう分で言えばですね、当然これは住所か国籍になっちゃうんですよ。これはそういうことになるんですね。そうするとそのあたりでこのね、そのあたりどういうふうに特定するんですか。それちょっとまず聞きましょうか。鈴木内閣審議官。お答えします。家族の4項目の調査の目的はあくまでも調査対象者本人について特定有害活動との関係等に含め関係について調査するための探知を得る情報として得るものでございまして、それ自体で本人について適正かどうかということを判断するものでございません。白信君君、これ変ですね。探知を得るって変ですね。つまりそうすると、ね、これみんな日本人の場合もあるわけですよ。今のご家族のその関係者がね、そうすると住所だけになっちゃうんですよ、判断するのが。そうでしょ、住所だけで判断するって、これおかしくないですか。住所だけで判断するってことは大変なことですよ。これ憲法第14条に違反しませんか。この辺どうなんですか。鈴木内閣審議官。お答えします。氏名、生年月日、国籍、住所の4項目を家族について調査した上で、その情報を端緒にしまして本人について適正を評価していくものでございます。白信君君、ね、どうやってその端緒にしてね、その評価できるんですか。ここにこの人住んでますよって言って、それで本人がどうやって評価できるんですか。私そのやり方分かりません。どうやったって評価できませんよ、それは。大臣広げない。私ね、その辺ちょっとよくわからないんですけれども、これまさか他の何ですか、省庁に連絡するとかして聞くっていうことはあるんでしょうか。その辺ちょっとどうなんですか。お聞かせください。鈴木内閣審議官。お答えします。12条に基づきます関係の行使の団体に対する紹介はあくまでも調査対象者本人についてのみ紹介するものでございます。白信君君。いや、だからその私は聞いてるのは、そのだって考えられないわけですよ。住所だけしかない人いっぱいいますよ。それだったら聞かなくたっていいじゃないですか。逆に言えば本人に対して、あなたのご家族の中に、まあ、外国の人に対してはいろいろなことを書きましたよ。だから外国の人についていますかって聞きゃいい話じゃないですか。住所まで聞く必要性がどこにあるのかということなんですね。もう一回お答えください。これ他の部署そういったところにこの4つのデータを聞くってこと、これ連携するって書いてあるんですよ。確か20条だったかな、他省庁にと。この辺はどうなんですか。これちゃんと答えてください。ここ鈴木内閣審議官。お答えします。例えば国籍が日本でありましても、住所が外国にある場合の方もおりますので、住所も人定事項として重要な情報と考えております。白信君。いや、だから質問に答えてないですよ。だから他の省庁に聞くのかどうか聞いてるんですよ。他の省庁に聞くんですか、聞かないんですか、どちらなんですか。鈴木内閣審議官。お答えします。家族の調査項目については紹介を行いません。白信君君。どこへですか。鈴木内閣審議官。お答えします。講師の団体に紹介いたしません。白信君君。いや、ちょっと早口で言わない、私は早口なんだけど、ゆっくり喋ってくださいよ。他省庁とかね、それから信用調査機関とか、そういったところに調査をするんですか。ゆっくりちょっと答えてくださいよ。そこ。鈴木内閣審議官。お答えします。家族につきましては、今ご指摘の他省庁であるとか信用調査機関に紹介はいたしません。白信君君。そうしますとですね、やっぱり分かんないんですね。今言った他の外国の住所があるんだと、じゃあその人と、要するに外国と関連のない日本ずっと住んでる人いっぱいいますよ。
そういう人は別に調査対象としてそんなの聞かなくたって私はいいと思いますよ。それともう一つ、外国の人が外国籍がそこにあった場合に、それで外国籍だから跳ねられるっていう可能性はあるわけですよね。でもそこでだからといったってここでつつましやかに暮らしている外国の方がいっぱいいらっしゃるわけなんですよ。そういった方とどうその辺を判断するんですか。それ大変な問題なんですよ。これも人権問題として、そこはきちっと私は抑えていきたいと思うんですね。そこちょっとお話しいただけませんか。鈴木内閣審議官。お答えします。家族 の調査項目については国籍も含めまして、その情報で、本人が適性があるかないかを判断するものではなくて、あくまでも本人の調査の端緒として情報として得るものでございます。白信君。その端緒って何ですか。その端緒端緒って言うんだけどね、このね、端緒って何ですか。4項目しかないんです。それを基本としてそれだけで調査するんだったら端緒って言葉使わないですよね。そこちょっとお話聞かせてくれませんか。そこ本当に重要なんでお話聞かせてください。鈴木内閣審議官。お答えします。本人につきましては法定の7項目について調査いたしますが、その調査内容についてもどの程度掘り下げるかにつきまして、そういった情報を参考にするというものでございます。白信君。でね、もう一つだけどうしても聞きたいこと、これ時間が来ましたので、一つだけ私聞きたいんですけど、これ森大臣に聞きたいんですけどね、そのね、要は何かこれ契約業者さんですね、そうやって調べられた契約業者さんがいますよね。でその方が今ね、アルバイトとかそれから派遣でね、そのスタッフさんとしてですね、一緒になって働いてる方いっぱいいるわけですよね。その代わりその方は評価されてない場合があるわけですよね。ね、でそうした場合にたまたまそれを知り得た情報があって、その知り得た情報がどっかの表紙に漏れてしまって、新聞記事になった場合にそれは捜査の対象としてなるわけですよ、ね、場合によっては罪になるわけです。漏れちゃったというところから捜査の対象の罪になりますよね。でその捜査の対象の罪になった時に、ね、そのいわゆるアルバイトさんたちに話を聞くっていうことは罪にはなりませんよね。これはね、別にその辺はどうなんですか。ちょっとなんか うなずきもしないし黙っちゃったんだけども、ちょっとその辺だけちょっとそこまでちょっと気をつけてください。じゃあちょっと確認しましょう。森国務大臣。はい、民間業者の中に秘密取扱者がいた場合に、その秘密取扱者と一緒に仕事をしているアルバイトの方が秘密取扱者でなかった場合のご質問だというふうに承知をいたしますけれども、秘密取扱者でないものとですね、漏洩は本法では処罰をされませんので、その秘密取扱者でないものにですね、お話を聞いたとしても、これは捜査の対象にはなりません。白信君。ただね、その捜査の対象となり得ないというのはちょっと私はわからないですね。当然ね、警察としてはね、これ警察かどうか知らない捜査機関は、そのね、聞きますよ。あなたは別に逮捕されませんよ。あるいはあなたは別に罪になりません。しかし協力してくださいとして、あなたの携帯電話番号とかそういったこういう関係についてお聞きをするということはあり得ますよね。それはお聞きしてよろしいですね。森国務大臣。今お答えをしたとおりですね、秘密取扱者に対してですね、それが特定秘密だということを認識してですね、取得行為をする場合にのみ処罰の対象になりますので、それ以外の場合には対象にはなりません。いや、処罰の対象じゃなくて、私は聞いてるのは捜査する対象としてですよ。そういう人たちも話を聞いたりすることがありえますねということを聞いてるんですけど、最後にイエスかノーかだけお答えください。森国務大臣。捜査の一環ということでございますけれども、例えば被疑者としてですね、お話を聞くということはないというふうに思います。だから被疑者としてはないけどあり得るんですね。被疑者じゃなければあり得るということでよろしいございます。そこ確認したいんですよ。ちゃんと答えてくださいよ。そうごまかさないでいいですからね。ちゃんと答えてください。森国務大臣。個別の捜査の方法については私お答えすることはできませんけれども、それはその捜査というのは強制捜査という意味であれば強制捜査はないというふうに思います。白信君。もうね、ちょっとやっぱりそこでごまかしちゃいけないんですよ。やっぱりありえますよってことは言ってもらわないと、こういう法案についてはね、やっぱりそういうことをね、やっぱり聞かないと。要はですね、やっぱり今日はインターネットの方もいらっしゃいますか、言いますけれども、その秘密に本人は当たっていないとしても、アルバイトかなんかでたまたま知り得た情報が自分のところにあったとするだけでも、もしかしたら誰かからあなたの交友関係を知らせてくれませんかとかいうような嫌な思いをすることがあり得るということを私は言っているということを最後に申し上げまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。
上本美恵子君。民主党新緑風会の上本美恵子でございます、先週の木曜日から今日で5日目のこの委員会審議になりますけれども、この5日間毎回毎回ここに委員会室に 2,3 分前に入ろうと思ってくると理事会室で理事会が長引いていることもありました。今日は 2,3 分前に来ましたけれども、理事会室がからなので、あ、順調に始まるのかなと思いましたら、やはり理事会がきちっと行われないで、このありさまで白さんの白委員の質問時間が削られております。私は昨日の本会議でも申し上げましたけれども、これまでにも私どもの質問者の質問権である約束された時間が委員長の一方的な委員会運営のために削られてしまっている、奪われている、その復元をちゃんとやっていただくのかどうか、まず委員長にご質問したいと思います。質問お願いします。上本美恵子君、まず答えてください。法案の質問をお願いいたします。上本美恵子君。じゃあ今の質問と、それと先ほど白委員からの五国理事会で調査します、報告協議しますとおっしゃいましたけれども、理事会開かれるんですね。2問、非等間で協議をお願いいたします。上本美恵子君。非等間で開いて、非等間で話をして、協議が整わなければ開かないということですか。政府に対して質問してください、促してください。非等間で協議を、非等間で協議をお願いいたします。上本美恵子君。先ほど委員長は五国理事会で協議しますというふうにおっしゃったので、その開くかどうかということを今お聞きしているんです。開くんですね。法案の説明を、質問をお願いいたします。上本美恵子君。法案審議をこれから進めていくにあたって、これから進めていくにあたって委員会の運営がどうなるかによって私の質問の仕方も変わってきますので、答えてください。答えなさい。上本美恵子君の答え聞いてるんです。時を止める、聞いてるんです。あなたが言ったの、聞いてるんです。協議しますって、理事会で協議します。違う、あなたが言ったんだ、ここで、ここで言ったんだ。理事会で協議しますと言ったのは委員長、委員長、委員長。筆頭理事の間で協議をお願いいたします。違うよ、あなたが理事会で協議しますと言ったんじゃないか。上本美恵子君、そっち止めて、あなたの発言だよ。今日はたくさん傍聴の方もおいでいただいております。この参議院のこの委員会が中川委員長のこの横暴な進め方によって。